ほとんど P で使えない。今日はもう P ギリギリの話をすると。P ギリギリ。お酒はこの。これってせっかく用意してくれてるから、これでいいんちゃう。これ行くか、いきなり。まだ前半でしょ。でもこれどう？前半から、うん、がないと後半もないわけじゃんか。後半だけ頑張っていいレベルじゃないじゃん、もう今。これ、今年選ぶの難しいと思うな、これ。記者投票ってなるとね、まあ、記者のその、抱えてるその、うん、阪神と巨人系がやっぱりちょっと有利って言われちゃうからね。記者投票ってジャイアンツがどうしても有利になるからね。あ、だからそうか。工事の時は本当は岩瀬さんのにお前は取ったやな、これな。どう見てもこれ岩瀬さんやな、普通にいけば。いや、ええ勝負やろ。いや、だってたかが20勝してお前20勝したことないやろ。これだからあんたやりすぎやんか、1年目にこんなん。あかんやろ、こういうことやるから。おかしくなるやんか、バランスが。これ、二度と出てこないでしょ、こんなん。信じて。もう、こういうことしたら。謙信取ったやろ、これ。これな。うん、これは、でもこれ。俺もどう考えたって、由伸でしょ。だって14勝しかしてへんのに、なんで選ばれんの。まあ、あかんやろ。これルール作らないかも。15勝以上って作らないかも。15勝以上の新人王ったら、俺どっか行こうだぞ。9勝ぐらいで新人王取ってさ。いやでもレベル高かったね。98、90、この周辺高かったよね。いや本当よかった。だって坪井さんだって3割2分やで。首位打者取りかけたよ、うん、この坪井さんは途中、ね、小林寛平さんもこれ最後のやっぱ疲れで後期だけど、うん、あの最初このセーブを取るんじゃないかっていう。こういうカクカクしての言い方やったっけ。カクコあのこれは山口さんか。あ、こちらとか山口さんかしなんか変則なるほど、そんな感じです。そうそう、だ今年はでも久しぶりにすっげーこれ来たね。それこそセーブのあの一番バッター打ってた若林くんだったっけ、うん、あだって彼だって盗塁王ぐらいの勢いやったけど、ちょっと膝あれね、ちょうど見てたのね。だからでも本当に今年はちょっと新人王っていうか、うん、あの普通に MVP 取るクラスのレベルになってきてるから。これ MVP じゃないの今年。いや、野口さん言ってたな。だから野口さん、だって中日が優勝した年や。その優勝したから MVP もちょっとおかしいね。そうやろ。これちょっとコミッショナーに言っとこうか。でもね、その後は別に優勝しなくても取ってたから、うん、この時だって申し訳ないですけど、うん、自慢じゃないで、うん、野口さんに俺何一つ負けてないのよ。ちょっと俺、何一つ大病院です。その後野口さんジャイアンツ来て、あの、うん、まあまあ仲良くしてたから大丈夫、言い訳じゃねえから。あったよね、そういう一時期優勝しないと。星野さんが多分 MVP は優勝したチームから選べみたいなこと言って、星野監督が、うん、本当にそりゃそう言われたらメディアの人も星野さんにはビビるやん。まあそりゃさ、ただ優勝争い付近におれば、まあ、全然関係ない。でも今度ジャイアンツ2位やで。だからそれだったら OK だと思う。最下位ぐらいとかもう全然ね、うん、あのかけ離れたその順位のとこで気分よくやってる人とこう緊張感のとこでやってるので、ね、成績も変わってくると思うから、うん、上原さん実際こうその当時こう意識されたかなっていう緊張を合わせる。いや、新人王争いどうこうっていうのは全く考えてなかった。だから優勝を争ってたから、途中まで1回3ゲームぐらいまで行ったんだよな、中日に。あ、もしかして逆転できるんちゃうかなと思ってたのを覚えてる、うん、だからその新人王って、ね、多分ね、意識するとね、あの、いや、どうして意識できんのは、要するにもう優勝争いから脱落したチームはそうやって意識していいと思うけど、そうそうそう、こっちは優勝争いしてたから、うん、いつの間にか成績がついてるって感じだよね、うんうんうん、だからこれは今年に関してはまあセ・リーグなんか特に、まあだから佐藤さんがちょっと有利っていう、まあ有利って言い方おかしいけど、打率がね、このまま2割7分ぐらいでホームラン30本ぐらい打ってたらもう選ばれるんだろうね。だからこの問題はもう一つはタイトルだよね。タイトル取ったらやっぱり強いと思うから、
その栗林がタイトルを取るというところに行ってしまうとこれも変わってくると思うし、うん、お二人が見て栗林ってどうですか？いや、抑えに性格が向いてると思う、うん、そうだよね、抑えっぽいよね、うん、やっぱ気迫だし、あとこれで広島が優勝争いしてたらっていう、うん、そこだよな、ちょっともうこの状況だとな、あとやっぱこうさっき話してないけど、そのタイガースってのはちょっとこう若干有利な雰囲気もあるしね、うん、やっぱりその西の阪神、東の巨人っていう意味で、うんうん、やっぱこの2チームっていうのはどうしてもタイトルのその記者投票ってなると有利な部分が出てくるんで、じゃあこのね、牧、DeNA の牧ももうこれ素晴らしい成績だよ、うん、これあの彼の役割が最初ね、外国人がね、横浜助っ人がいない中で、うん、中でやってたもんね、宮崎も今一つ、佐野も今一つ中で一人こう気を吐いて、そうそう、頑張った中でね、ようやくちょっとこう今雰囲気が落ち着いてきたっていう感じだけど、うん、いや彼の存在大きいよね、牧ね、阪神もだってピッチャーの伊藤君もいるし、あ、そうね、野手で中野君もまだいるから、ね、中野君もこれからずっとレギュラーで出てたら最終的に3割打つ可能性だってあるし、そうやな、まあパ・リーグはこの早川宮城ってこれ宮城が2年目というところで言うならば、なんだかねて1年目の方が有利っていうのはあるんだろうね、うん、若干ね、まあでも今の段階でこう比べたら間違いなく早川君の方が選ばれるだろうけど、まあうんうん、でもこの2人以外にもパ・リーグね全然いるだろうし、そうだろうしね、あれ、平はダメだったんだ、セーブの平と言いました去年、去年、あ、そう、去年そう、こっちの人反省してください、やっぱ、テル君か、佐藤君、ね、いや、でもやっぱ後半だな、後半な、詰めてくるから間違いなく、うん、で、栗林は多分オリンピックに選ばれると思うから、そうでね、休まれへんの、嫌な話すると広島のこのリリーフ系で頑張ってるピッチャーとかの最初の新人の人って最後のちょっとっ疲れるっていうかね、疲れるし3、4年後にそうやな落ちてくるの、そのだ偶然かもしれんけど、うん、だ小林寛也さんもそうだったし山内さんもそうだったし、ったしね、うん、疲れ、まあうん、気をつけてほしいなと思う、ね、広島ってやっぱり移動もね大変だから体調もね、こう崩しやすかった、そうそう、あの気候もね、気候もなんか夏な、広島市民な、当時で言う広島の市民、今松田になってちょっといいが、市民のこのこれみんな怪我するわっていうようなね、あの暑さ、暑さやばかった、ね、そう、あの居場所のないロッカーね、居場所がないなあれない、ほんまに通路に、あの通路のちょっとしたところの隙間風が心地いい、ね、ちょっと生温かい風やねんけど、あ当時細かったこうやって入っていったもんねゴソゴソゴソってこうやって分かるじゃん、あのこれぐらいしかないとこでも隣ここすぐもう一般客が一般客だね、カーテンで閉じてね、そうそう、もうあのなんかもうなんだろうな、なんか広島のあそこは去年俺が初めて、一昨年か、帰ってきて、マツダスタジアムって、おぉ、すげえ綺麗になってるなと思ったけど、ね、なんでビジターのお風呂に浴槽がないねんって思った。そう、俺だってね、あの、広島市民の時は、1年目は、実を言うと、脱衣所だったからね。そっか。あ、そこ、うん、うん。そこしかスペースなかったから。夏でそこにおって、審判の方がシャワー浴びるんだけど、そう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 。その後がフワーってきてるもう市民あるあるだな、あるある、あれは外出たら先輩に捕まるし中におらないかんし、ブルペンも最悪なの、クーラーないから扇風機や、扇風機舐まうしな、そう曲がってるしな、曲がってるしなあの、まあ音はやたら鳴るしな音がパーンってなって160キロぐらいの気分で、ちっちゃいからあのな、ジブラで通路からこう生で見てたら一般客がこっからこっからって喋りかけてくるし、吉島市民スピード感が思いのほか出なかったな、なんかこれって135しかこんなもんかなって、ね、懐か
優しいな。あの泣いたなと急にボールがなんか見えなくなってくるんですけど、サインが見えなくなる。本当にサインが見えなくなる。はい、そういう全然信じない。全く関係ない。まあなぜその広島の新人を取ってた人はちょっと怪我が多かったということで、その栗林君はちょっと来年後もオリンピック入ったりすると、で投手むき出してくるから気をつけてほしいなというところですよね。うん、古田さんオールザー組んだ時は感動したね。すごいよ。すごいよ。でもストライクする。あれメジャー今大丈夫になったんですか、あれ。地面スレスレがなんか高めぐらいまで下げてる。